はい、こんにちは、116ウィンズです。この間マリナーズにぜひ獲得してほしいバッターとして7人ほど選手を挙げましたが、やっぱりディポトさん、ジャスティン・ホランダー GM は私のような常人では考えつかないようなクリエイティブなトレードを成立させてきますね。マリナーズは今日ブルージェイズとトレードを成立させ、ブルージェイズから強打の外野手テオスカー・ヘルナンデスを獲得。ヘルナンデスは昨年2021年にオールスター選出、2020年と2021年は2年連続でシルバースラッガー賞も受賞と、近年の活躍に関しては申し分なく、打線の補強を目論むマリナーズにとってはいい補強になったんじゃないのかなと。マリナーズは今年のプレーオフワイルドカードシリーズでブルージェイズと対戦し、第2戦でロビー・レイがこのテオスカー・ヘルナンデスに2打席連続ホームランを浴びて、いやーやっぱりテオスカーみたいにパワーがあってどんどんスイングするようなタイプが短期決戦で波に乗ったら怖いなぁと思い知らされたら、その1ヶ月後に彼がマリナーズにやってくるんですからね。びっくりですよ。数日前に MLB ネットワークのジョン・モロシ記者がフレクセンとヘルナンデスを中心としたトレード案をどうも番組中で議論していたようで、この時にはマリナーズが狙っている、あるいはブルージェイズが動かそうとしている、このあたりの情報はもしかしたら何らか掴んでいたのかもしれません。今回のトレードで動いた選手見ていきましょう。マリナーズがブルージェイズからテオスカー・ヘルナンデスを獲得し、見返りとしてブルージェイズは今季マリナーズブルペンでセットアッパーとして大活躍したエリック・スワンソン、さらには MLB では珍しいスロバキア出身の先発有望株アダム・マッコを獲得しました。このトレードはマリナーズ・ブルージェイズ双方が強みを生かして弱点を埋めるような格好になりましたね。マリナーズは強みのブルペンを打線補強に使い、逆にブルージェイズは強力打線を生かしてブルペン補強、両球団がやりたいこと、目指したいことは比較的分かりやすいトレードなんじゃないのかなと思いました。で、マリナーズが獲得したテオスカー・ヘルナンデスという選手ですが、MLB でも屈指の打球指標を誇る選手としても知られる強打者ですよね。平均打球初速が MLB 上位 4%、ハードヒット率が上位 2%、バレ率が上位 6% と、長打になりやすい打球を量産することに関しては超一流の選手。来年2023年が FA 前最後の年で、契約延長とかなければ1年限りのプレーとなりそうですが、MLB トレードルーマーズの来季予想年俸は1400万ドル前後とそこまで高くないので、今後の補強に金銭面で支障となることもないでしょう。2020年以降の3年間でホームラン73本、OPS8 割5分2厘と安定した活躍を見せ、今季は少し成績が下がったとはいえ131試合でホームラン25本、WRC プラスも129と、まあ普通にいいバッターですよね。タイプとしてはハニガーのワンランク上みたいな選手という認識です。比較的バッターに優しいエール東地区の環境から、打者地獄 T モバイルパークへの移籍でどれだけ打撃成績を維持できるかという点は少し不透明な部分もありますが、今と同じくらいハードヒットを量産できるのであれば心配しなくても良いんじゃないのかなと。性格も明るく、クラブハウス内での評価も高い選手とされますので、スアレスみたいにプレー以外の面でもチームにプラスの影響をもたらしてくれることにも期待したいですね。今回のトレードでブルージェイズファンの方の反応も見てみましたが、みんなテオスカーの移籍を惜しんでいて、本当にファンに愛された選手なんだなぁと感じましたので、シアトルでもそんな選手になってほしいところです。もちろん彼も完璧な選手ではなく、例えばバッターとしてのタイプは三振が多くフォアボールが少ないので、スランプに陥った時はちょっと厳しい印象がありましたし、あとはライト守備が指標上は平均以下、足自体は速いのでもしかしたらこのあたりは多少修正できるかもしれませんが、まあ守備に関してはそんなに期待しない方が良さそう。加えて近年怪我で少し離脱もしている点も気がかり。ただまあ今季キャリアイヤーのリリーフピッチャーをメインで、テオスカークラスのバッター獲得できるなら文句はないです。スワンソンは今季あらゆる場面で結果を残し、マリナーズのブルペンに欠かせない存在だっただけに、彼の移籍も本当に惜しいんですが、リリーフピッチャーはどうしても年ごとにパフォーマンスに波がありますし、価値が高いタイミングでトレードするのは理にかなってますからね。エドウィン・ディアスやグレイブマンでも同じようにディポトさん大活躍した直後にトレードしてきていますので、フロントの姿勢も一貫していると言えるでしょう。ブルペンの新戦力を見出すことに関してはここ2年間のマリナーズ非常にうまくやれてますので、来年スワンソンが抜けた穴に他の選手が台頭してくるかも楽しみです。で、テオスカーは獲得しましたが、おそらくマリナーズの外野補強はこれで終わりではないでしょう。ディポトさんは1人ないし2人獲得したいと言っていましたので、もう1人くらいは狙うんじゃないのかなと。タイプが近いのでハニガーとの再契約の線はこれでだいぶ薄れちゃったかもしれないですけどね。あとは今後の外野補強にあたって今季不調だったウィンカーをどう扱うかも注目。てっきりマリナーズはウィンカーの来年のバウンスバックにかけると思っていましたが、モロシ記者によればマリナーズがウィンカーのトレードをかなり積極的に検討しているようなので、移籍の可能性はありそう。
シアトルタイムズのライアン・デビッシュ記者が先月ウィンカーがチームメイトからの信頼を失いつつあるみたいな話をしていましたので、まあ、この辺が影響しているのかなと、ウィンカーを放出してニモなどの FA や吉田正尚選手の獲得戦線に参加する感じでしょうか。また外野手に限らずテオスカーの加入で今のマリナーズ打線主力が右打者ばかりになってしまったので、左で打てる選手取れたらなお良さそうですかね。これで打線補強終わりとは思えませんので、今後のマリナーズの動きにも注目です。では続いてはブルージェイズ側ですが、まずはブルペンに頼れるピースを加えられた点がいいですよね。スワンソンを獲得したことで課題のブルペンに大きな戦力が加わりましたし、来季まで保有できるテオスカーに対してスワンソンはあと3年間保有できる点も魅力。三振は奪えるし、フォアボールはほとんど出さない、ハードヒットもされないと本当にいいピッチャーなので、今年くらいやれればクローザーのロマーノにつなぐセットアッパーの役割をきっちり全うしてくれると思います。またもう一人獲得したマッコも面白い素材で、まだハイエーでしかプレイしていませんが、先発ながら奪三振率 14.1 と驚異的な数字を叩き出していまして、伸びたら結構面白そうな選手。先発として上のレベルでもやっていけるかは少々怪しい部分もあるんですが、ブルージェイズにはうまく彼を育成してもらいたいですね。そしてブルージェイズはもう一つ、今回のトレードはおそらく次の補強も見据えた動きのようにも見えまして、先日ライメル・タピアを DFA したのに続いて今回テオスカーを放出となったので外野を開けているんですよね。これはすなわち外野の再編を考えているんじゃないのかなと。トレード直後にブルージェイズがブランドニモに興味を示しているという話が出たあたり、まあブルージェイズがずっと欲しがっていた左のコンタクトヒッターの希望を叶えつつ、何かと怪我の多いセンターのスプリンガーを両翼に回して負担を軽減させたい、稼働率を上げたい感じでしょうかね。テオスカーの年俸分補強資金も生まれましたので、次の補強につなげることができるのであれば、今回のトレードの意味もなおありそう。ファンにも愛されているテオスカをリリーフメインのパッケージで放出したことに対してブルージェイズファンが結構怒っている印象ですが、この後の動きでトレードの印象を変えたいところです。マリナーズとブルージェイズ両チームともに来年もコンテンダーとして戦うことになると思いますが、どちらにとっても今回のトレードはメリットがあるはずです。マリナーズは絶対にオフにやらなければならなかった打線の補強、まずはいいスタートを切ることができましたし、 FA 戦線が本格化する前にいきなりテオスカークラスを取れたのは大きい。今後の補強にも期待が持てそうですし、ブルージェイズはブルペンのテコ入れをするとともに、今後の外野補強次第ではこのトレードの印象はガラッと変わってくるはずです。願わくば両方のコンテンダーにとってウィンウィンのトレードに最終的にはなってほしいなと思いますね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。